ブランクラス放送室です。今日はねこれ、トゲンビの隣の、はいはい、なんだっけ何公園か公園かね、なんでしょうね、白川なんか清澄公園かな、清澄公園公園のとこで撮ってます、はい。今日はアートブックフェアにスペースオペラっていう相川くんが参加しているユニットがブースを持っていて、そこにちょっとお邪魔してます。藤川隆さんですが、7月の20日だから土曜日、もう少しですね、今今日は7月の15日か、はい、今日15日なんで、もうあと5日ですね、はい。どうにも手をつけられないので、はい、このままキッチンで食べることにするっていうタイトルのパフォーマンスをします、はいはい。ブランクラスではもう、はい、3回目そうですね、スペースオペラは別としても別として、はい、3回目ですね、はい。毎回なんかすごくこう緊張するんですけど、なんだろうね、あの多少ちょっとこう大きめに喋ってそうですねそうですね、はい、ちょっと張った感じで、そうですね、はいはい、ちょっとこう気持ちが、はい。なんかその一番最初はこうなんかこう空中で手をかざしながらものを測っていく、はい、ないものを測るみたいなことから出発したパフォーマンスだけど、はい、その時もそのイベントをどうしたらいいかわからないっていう悩み苦しみをそのままこう出していくようなね、なんか逆にその判断できないみたいなこと自体をなんか、うん、まあ作品の中に使おうかなと、うん、あ大丈夫ですか、大丈夫です、もともと怖いです、あのそうなんですよ、うん、それを、まあ、やろうと思った時にまあもうね、展覧会では別の形で多分見せていたと思うんですけど、うん、まあパフォーマンスとしてはその自分の体のままそのまま見せるという形を取ったという感じだったんですよね、うん、まあ、もうちょっとひたすら喋る、あそうですね、はい、ひたすら喋る感じ、ちょっと僕のイメージの中では落語みたいな感じなんですけどね、あ一人でこうずっとこう、まあ、でも聞いてる人がいるっていう変なシチュエーションだったでしょう、そうですね、聞いてる人は いましたけど、はい、うん、女性がこう、はいはいはい、インタビュアーみたいなというか、はい、そうですね、聞き手のような感じで前にいて、はい、ただまあほとんど僕が喋ってる感じですよね、うんうんうん、でまあその背中だけ見えてるという感じで、うんうん、はい、まあ、なんか2回目はどういうんだったっけ、2回目もまあ割とそれに近い感じの、もので、まあやっぱりそのなんていうんでしょう、あれは相談会みたいなやつ、そうそうですね、1人ずつ入って、はいはいはい、お話をするっていう仕掛けだったよね、はい、まあ、結局できないというのは同じなんですけど、うんうんうん、なかなかその、まあ、あの空転するみたいなものをどちらもやっていた感じですかね、うんうん、いやだからその、はい、少なくともブランクラスで、はい、発表している、はい、まあ、パフォーマンスのシリーズは、なかなか始まらなくて、はい、なかなか終わらないっていう、うん、感じの印象、そのスペオペのために書いた文章にも、はいはいはい、藤川隆の作品が、はい、なかなか始まらないっていう、はい、うん、そしてなかなか終わらないっていう、はいはい、言ったんですけど、書いたんですけど、そうですね、でもそのイベントがそういう感じで、はい、この間のあそこの、はい、こう個展があったじゃないですか、クラウトラム、うん、はい、なんでもう一回言って名前、クラウトラムっていう、クラウトラム、はい、クラウトラムというスペースで、ね、はい、予約制の個展があって、はいはい、その時
は もうちょっと違ったけどね、なんかやっぱり多少は形になって、ね、なんか割とただまあ映像の作品とかではまあその対象がなかなかこう、見出せないままこうぐるぐるしてるっていうようなイメージ、ね、うん、なんかもどかしい曖昧な感じは、はい、一貫してあるんだけど、うん、そうですね、あのブランクラスでやるパフォーマンスほど、はい、始まらない感はないよね。そうですね、うん、なるほど、そうですね、うん、今度 の, その、はい、やっぱりタイトルがさ、はいはい、何かそういう感じを予感させるじゃん。そうですね、どうにも 手をつけられないっていうので始まってさ、はいはい、片付ける荷物の、はい、背の高さを超えて山積みになっている、はい、奥の方にあるテーブルの上もすでに雑多なものでいっぱいなので、はい、今日はそのままにして今日もこのままここで食べることにする、はい、テーブルを出してない、テーブルが埋まってる状態、ね、なんか引っ越しみたいな感じですよね、うん、荷物をこう並べすぎてしまうみたいな、うんうん、それが並べすぎてしまったゆえに、まあ、手を出せない状態になるというか、うんうん、まあ、片付けてテーブル開けて、まあ、使えばいいんですけど、うん、まあ、その機能、まあ、本来は簡単にできるはずのことが、まあ、こうなんていうんでしょうね、いっぱいになってる状態、散らばってる状態になることで、まあ、動けなくなってるみたいな、そのところはまあ割と同じように共通してるかもしれないですね。スタックしてるニッチもサッチもいかないみたいな、まあ、まあでもそうですね。だから一方でなんか仮設の状態でとりあえず過ごすみたいなことはよくあるじゃない、はいはい、なるほど、うん、そうですね、あの本当はこうしたいんだけど、はい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 、いいかこれで、これで代用しようって知らず知らずに1年経ったみたいな、はあはあはあ、なんかこう家具とかさ、はいはいはい、テーブルとか棚とかってさ、はいはい、そういう仮の状態、まあ都市でもそうかもしれない、ね、そうですよね、駅とか、はいはいはい、あでも多分僕がやろうとしてるのは結構その本当はこうしたいみたいなのが、うん、あんまりそれ自体がまず持ててない状態から始まるみたいな、うんうん、だからこう家庭みたいなところにその何て言うんでしょうね、落としどころも、ま、なかなかこう進まないというか、うん、そのまま視点にずっと居続けるみたいな、ね、それは何かが足りないってこと、それはうーん何かが足りないのかもしれないですよね、うん、なんかその感性の判断みたいなことができなくなってる状態みたいなことだったりするのかなとか、なるほどね、うん、まあそういう、うん、なんか会社作りたいけど、はいはい、どうしていいかわからないとか、そういうのに近い、会社を作りた、会社は今会社まだ登記してないんですけどね。あ、そうなの。そうなんです、そうなんです、会社作りたいけどどうでしょうね、作りたい、なんかそういうのってあるじゃん、はい、なんかもうこう会社作らざるを得ないから結果的に会社になりましたっていう場合もあるけど、はい、意外に多いのは会社作りたい、はい、どんな会社にしようか、なるほど、あるいはアーティストになりたい、はい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 、何作ろうか、うん、みたいなモチベーションとか動機とかって意外にある気がする、そうですね、なぜ先に目的と手段がこう、うん、噛み合わないみたいな、ね、だからアーティストとかっていう言葉がまだ不完全な頃っていうのは、はい、例えば戦後すぐとかさ、はいはい、なんかわからないけどやってるうちになっちゃったみたいな人って話聞いてるといるんだけど、うんうん、だどうしてもそれになりたいっていうのも、はいはいはい、やってるうちにこれはまあ、まあ、人からアーティストだと呼ばれるようになったとか、どうしてもやりたいことが先にあって、うんうんうん、それを落としどころが見つからなくてフラフラしているみたいな、60年代とかさ、はいはいはい、のアーティストのお話とか聞くとそういう話っていくらかあると思うんですけど、うん、逆に、うんうん、絵描きになりたいとか、はい、アーティストとして生きていきたいとか、はいはいはい、やること何にもないのに、はい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 、
歪んでる感じがしますよね、うん、それが夢として先にあるっていう状態がね、それ両方不思議っていうかさ、面白いね。そうですね。でもそれ、まあ、こういう世の中だと、はい、意外に多いんじゃないかな、いろんな専門で脱サラして、はい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 、とりあえず脱サラしちゃったけど、はいはいはい、果たして蕎麦屋をやればいいのかどうなのかというところが準備しこれからするみたいな、はいはい、そういう人多いと思うんだよ ね。あの一方で僕の知ってる、はい、人のお兄さんが、はい、あるものを発明しちゃって、はい、会社で、はい、研究者で、うん、化学の研究者かなんかでずっとある会社のために働いてたんだけど、はいはいはい、ある日なんか見つけてしまったんだよ、ある素材を。お、でそれはこう、いろんなことに使える、はい、で会社に黙って会社辞めて会社を起こすんだよ。おだ、そういうケースも、まあ、あるじゃん、必然性って。先に、ね、うん、先に何かが見つかる、はい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 、見つかるパターンですね。でこれをどう有効にしようかっていう時に会社を作るとか、はい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 、あるいはアーティストになるとかってことが、うん、まあ、はいはい、ある、まあ、自然な感じはしますけどね。そうでもそうじゃない、はいはい、僕なんかもそうだけど、子どもの頃夢は何ですかとか聞かれて、どう答えたんですか。その時々にあったけど、意外にその、はい、美術はね、アートはね、あ、そうか、目標として ありましたね、はい、なんとなく絵とか好きだったから。でもその職業としてなんだかよくわからないよね、アートにしても表現とかさ、うん、まあそうですね。だからなんかその辺は、はい、藤川君の仕事を、はいはい、に触れる時に、はいはい、何かすごいこう正直だなっていうか、うんうん、なんかそのインチキがないっていうかまあ、今の あるそのアートを勉強した人たちの、はい、ある地点の何かがまあ露骨に見えてくるというか、普通は何か隠そうとすると思うんだけど、いや隠せるならね僕でもそうなっちゃってるんですかねあ、そうか。それもすごい面白いなと思って、その今の片付けの話で、はい、あ、隠せるならね、隠したい気もしますけど。でもまあ状況として、はい、多分 それってこうリアルっていうか、はい、でもなんかそのね、やっぱりその判断ができるできないみたいなところで止まってしまうみたいなところ、うん、で、まあ、ちょっと少し話ずれるかもしれないですけど、そこで、停止してる状態みたいなのはすごく興味があって、うん、まあ、それはまあ必ずしも自分じゃなくてもいいんですが、うん、とかできれば自分じゃない方がね、あの気持ち的にはあれなんですけど、うん、何かの状況を、ドキュメントするみたいな位置から止まってるものが見れたらいいなってこと、はい、そうですね。いつもそれが自分だと思うよね。いや結構こう、冷静な時もあるんですけど、うん、はい、ただパフォーマンスってこう見せる時になんか、ね、そういう風になっているという、意外と、あ、まあ、知ってる、冷静な時との落差がすごい、はい、落差がすごく、うん、はい、そうですね。じゃあ対象が自分であるっていうのもそんなに必然性はない、ないんじゃないのか。そうですね、あんまりこれはまあないわけではないんですけど、そうですね、はい、その時々で多分、うん、選べるんじゃないかなとは思っていて、ただまあそこの思考停止している状態というか、こう空回りしている状態みたいなのはまあずっと興味があるところだったりするんですよね。でその、うん、判断できる感性をどういうふうにこう取り戻すっていうのは分からないんですけど、まあ、そもそもあるのかどうかよく分からないんですけど、うん、まあ、そこが割と感性みたいなところね。なんか、はい、例えばそれが部屋であったりしたらさ、はいはいはい、なんかそのそれこそ建築家 と話し合って、はい、理想的な住まいみたいなものを、まあ、経済的なことも含めてさ、はいはいはい、実現可能でない限り、あ、何かしらにこう妥協して
住まうというのが、うん、まあ、多くの人の、そうですね、選択肢だよね、はいはいはい、だから理想があるのかないのかわからないっていうのは、うん、相当専門家以外は、うん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 、なんとなくはあるけど、うん、形にはできないっていう人が圧倒的に、はい、多いはずですよ、ね、なるほど、だからそういうのも含めて意外にリアルな場面、はいはい、そうですね、まあ、僕たちは一応何かしらの専門家風なので、はい、なんかビジョンがなければいけないって思うけど、うん、実のところ、うん、はい、意外にビジョンは立てにくい状況に、うんうん、この社会や、まあ、都市とかネット社会とかも含めて、うん、まあ、政治社会も含めて、はい、ビジョンを持ちにくいっていうのが、まあ、現状のような気がするので、うん、はいはい、逆にはっきりしたビジョンを、うん、語るっていうのが、うん、語ってる人がいるとしたら、うん、ちょっと怪しいっていうか、うん、まあそれもね、もう、そうですね、だからこの曖昧な時にどういうビジョンやどういう理想を持つのか、はい、うん、そういうの含めて、そうですね、なんかリアルだなとは思うのね、はい、うん、じゃあどうするかみたいな、うん、だからそこで暫定的な行動をさらに取れないみたいな状況っていうのに、うん、まあ、よりこう惹かれるようなところはあるんですけどね、うん、まあ、そうだね、はい、なんでしょうね、まあ、さっきの話からあれですか、いや、今話してたようなことで、はい、なんか思ったことありますか、はい、思ったこと、はい、でもそうですね、今そのさっきちょっと納得の話が出たじゃないですか、うん、今カメラがね止まってる間に、はいはいはい、少しその辺ってなんて言うんでしょう、 まさにこう直結する話で、うん、その都度その都度それを求めていくと非常に効率がすごく悪くなってしまうみたいな、うん、でただそれにこう一個一個それを求めてしまうみたいな状態、うん、なんか割とそういうのをやろう、はいはい、と思って、はい、さっき話してたのは、はい、何か問題 を、はい、を抱えた時に、はい、そのまあ、多くは解決したいと願う以上に、はい、まあ、仮に解決できなかったとしても、はい、まあ、納得がしたい、つまりこう怒りとかストレスの根本が何か納得できないってことかなって、だから何か選択は、多くの人とさ関わって何か決定しようと思ったら、何か一つのところに落としていかなきゃいけない場面も多いし、何かを失ったりする場合にさ、もう取り戻せないことも多いからだとすると、まあ、とか納得する落としどころみたいなところが、うん、多分結構、まあ、法律とかでもそうなのかもしれない、うん、もう法律ですら解決できないことも多いから、はいはい、その納得っていうのが結構意外にキーワードなのかなっていう話を、そうですね、まあ、してたんだよね、なんかもう逆にその解決自体が実はその結論ではなくて、うん、納得こそが解決でしかないというか、そこにしかないと、うん、そうするとそのコストっていうのはものすごく実は高い、ああ、うん、でそれを暫定的に出すってこともかなり、うんと、まあ、やっぱ難しいんですよね、それは気持ちの問題だしね、はい、そうですね、ああ、まあでも、うん、気持ちの問題でもないのかなんでしょうかね、まあ、単純にね、何かデザインをして、はい、期日に収めなきゃいけないっていう時に、いつまでも時間かけられないから、うん、まあ、どこかで納得するっていうような、はい、まあ、やっぱりその、ね、期日に収めるっていうところに対しての納得もあるかもしれないですけど、そうだね、まあまあ、今限界とかね、はい、そこそコストパフォーマンスを考えたりしながら、はいはい、今回はここで収めましょう、はいはい、なかなか収まらないみたいなことも起きてくるっていう
だからそれが大変なわけでしょ、はいはい、藤川君って、あの、ね、制作をちらっと垣間見ると、はいはい、どんな細かなことも決定にものすごく時間がかかって、そうですね、まあ、いわゆるこう優柔不断なわけですでその優柔不断をそのまんま一種テーマっていうか、はいはいうね、作品の構造にして、はいはいはい、作品を展開してるのが、はいはい、なかなかリアルだなっていうね。あ、なんか、まあ、何も持ってない身からすると、うん、まあ、そういう唯一こうたまたまそこにあったものということで、うん、なんかこう使えるものというか、あ、だからよりどころとか、はい、まあ、立場とか、はい、後ろ盾とかない私たちが、はいはい、この世の中で何とか生きていくのに、うん、どこを手がかりにしたり、はい、増していくかが、まあ、難しいってことだよね、うん、そうですね、だから、うん、そこはねすごい共感するんだよね、うん、いやだからなんかはし始めよう、うん、はい、だけどそれはだからそこにまあこう名前をつけていくような作業なのかもしれないけどね。名前ですか。うん、それが一つこうアートワークの使命というかね。まあ、状況とか、はい、物のあり方とか、はい、そういうものに対して、うん、いちいちこう。まあ、名付けていくというか、うんうん、概念化していくっていうか、はい、それで切り分けていく、うん、いろんな人に問いかけるっていうようなことなのかな、はい、うんうん、そうですね、うん、まあ、何かしらのだからそういうあるシチュエーションが今度は設けられるんだと思うんですけど、はい、まあ、その納得とかが一つテーマになるのかもしれないですね、うん、まあ、じゃあそんな感じ放送室自体は、はい、7月20日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。